はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。今年は、これからですね、第1弾として、物置の扉ですね、このドアの修理をしていきたいと思います。これ作ってからですね約20年ぐらい経ちまして、一度、ここの板の張り替えしたんですけども、だいぶ劣化してきていまして、ガレージを作った時の板が残っているので、それをここに、縦張りにしていこうかなと今日は思っています。それではやってきます。Thank you.
だいたいこれで、ドアの取り付け、補修終了しました。ですね、後日これは、外壁と同じブラウンのですね、キシアデコール系のオスモという塗料なんですけど、そちらで、防風用のですね、塗料を塗って、いきたいと思います。今日は、これで終了です。この動画が気に入った方はいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。